えー、それでは、えー、早速今、今、あの、荒木さんと、ウィスの、えー、皆さんのトークを始めたいと思います。よろしくお願いします。改めまして、荒、えー、木優さん、えー、そしてウィスの、えー、こちらから、ジーン福島さんです。<laughs> えー、ピーター関さんです。あ、ごめんなさい。普通でした。 えー、ポールさん、ポール拓クさんになります。<laughs> エリックさん、エリックハブさんになります。よろしくお願いします。いや、えっといいですね。大きいスクリーンって上のそうそ上の展示をす、ね、あすみませんちょっと上の展示もしご覧になっている方いたら手を あ,ありがとうございます。よかったです。じゃないとね、ちょっと非公開映像、何の、<laughs> 何のこっちゃってなるかと思うんですけど。あ、でも、やっぱり劇場っていう空間はこうね、すく、あの、えー、座り心地のいい椅子があってこそ長めの映像を見れるんだなと思ってて。で、あの、実は上の映像作品もドキュメンタリーの方は56分あるんですよ。実は記載をしてないんですね。っていうのも、まあ、ちょっとギリギリまでかかってしまったというのがあって、 あの、ちょっとここだけの話、内覧会のですね、1時間前に仕上がったというなんかすごくヒヤヒヤする。もともとは、やはり80分ぐらいになるっておっしゃってて、<laughs> ね、今日見て、この未公開の部分が、はい、あの、 だっくっついて80分ぐらいになっちゃってるのかなっていうふうにうだからもう泣く泣く削るしかだけどその締め切り3日前の時点で実は8時間超えだったんですよ <laughs> なんか本当に切るとこなくて <laughs> でうどうしようでもな8時間で頑張ってえっと。 ね、2時間ぐらいにでもまあ2時間も展示向きじゃないなと思ってもう本当切るとこなかったんですよ切るとこなかったんですけどもなくなく削らざるを得なくなって、えー、まあなんとか1時間以内に収めたんですけどもでもそれでもなおあのたくさんのお客様がですね本当あのベンチに座ってあのな中には立ち見の方もいらっしゃったかと思うんですが、ね、56分じっくりご覧になるお客様がもう,うす,あのすごく多く。 ベンチを一つ増やして見ていただいているという状況です。はい、すで、その本当に切るとこなかったんです。切るとこだからで、本当にもうあの音楽の話とかたくさんしていただいたんですけども、それも全部ほぼほぼカットしてしまって、もうちょっとこの場をお借りしてお詫び申し上げます。すまで、なんか今回この作品一応監督っていうクレジットを ともちょっとと違うかなと思っててってっいうのはあのもう皆さんは皆さんのままで素晴らしいんですよだから私は本当ご縁があって皆様とお会いする機会をいただけてえまあそれを勝手にまあ作ったようなあの雰囲気でまあ監督作というよりかはもう海賊というか海賊版をブート版を勝手に作らせていただいたというような形で今回作品化しました、え。ー そうですね、今回そのあとコミッションプロジェクトっていうところでもともと荒木さんが、えー、提案をしてこういう LED にこう映像を流して、はい、で「WISS、えー」ウィスという KISS、はい、の,のコピーバンドの作品を制作するっていうまず提案があってその中からこう選ばれていく作品だったので、はいまあ、私たちとしてはどういうことなんだっていうことがあり。<laughs> でもあの本当に知る人ぞ知る伝説バンドのウィスの皆さ様今日うあのいらしていただき、はい、そしてまああのこの3月中までこの展示が続く中でライブももしかしたらできるかもしれないというあの <laughs> 話もこう上がっていたんですよねでもね花粉のシーズンですかね、はい、<laughs> ちょっと難しい <laughs> <laughs> あどうぞもしこマイクはいあさ皆さんお手元にマイク一本ずつありますので。 そうですねだから僕は、えー、とこんな素晴らしい方たちに出会えてもうそれだけでも喜びで,で、あのーまあ、もちろん作品化する上で、あのー、よろしいでしょうかと、あのー、提案させていただきましてそしたらご快諾いただけてただ、あのー、責任重大ですよこれでなんか変な風に調理でもしてしまった日にはなんか台無しになってしまうんじゃないかと思って。あのー そうですね。あの、せなどなたかの人生た、一部であろうともそれを世に出すってことの責任感を感じながら、まあ作った次第ですけれども、あの、本当に皆様、何でしょうね、こう、実は3年前に初めてお会いして、っていうのも本当にあの,あの,あの作品の通り、えー、関さんのお店に僕が髪を切りに行った。で、そこで壁のベースギター、 なんですかって言ったらチラシを見せてくださったんですよウィスの。でそこから、まあ、全てが始まったというで本当に僕はもう一方的に大好きな方たちで、えー、もうそれを、まあ、うんちょっと今回不思議でしたねあのすごく信頼してくださったんですよ全面的に信頼してくださってまだ日も浅いのにと思いながらでそれがもう本当に嬉しくてですねもうそのなんか 信頼と愛をこう受け取ったからそれをあのお返しをしようというような形であの皆さんをまず喜んでほしい皆様のお友達とか八木の皆様に喜んでほしいっていう思いで作ったらあろうことかもういろんな方に魅力が伝わったといういま,まだかつて私の作家活動ではない経験をさせていただいて本当にありがたく思っております。 あの早速そのそうですねなんか荒木優さんの推し活動みたいに <laughs> あのもうその本当に追いけてウィッスを追いかけて京都までに移住をしたというふうに私たちは認識しているくらい <laughs> そのその結果がこう作品になっているっていうところもあるんですけれどもその皆さんあの実際にもう作品違う日にもご覧になって。 いいらっっしゃっていてまた今日ちょっと未公開映像もあったんですけれど一言ずつまずはあの感想をいただけたらと思いますそうですね何でしょうえっとねまずね以前からウィスのこういうドキュメンタリーっていうのはできたらいいなってずっと思ってたんですよね。それがそのこういうい形で 皆さんにも見ていただけるようなところで出て、あのな何が起こっているのかなって感じです。まさに、はい。<laughs> そんな感じですかね。はい。あのアラさんあの笑かしてくれてありがた。<laughs> がとうい <laughs> めっちゃ笑いました今、ね。<ー> <laughs> 嬉しいです。<laughs> いやあのすごくあのなんていうんですか。 あのただ単に僕らが堅い中でやってるようなことをこんなにあの素晴らしいドキュメンタリーにしてもらって本当に感謝感激ですねありがとうございますもったたたいいいないお言葉をいただきました <laughs> あこんにちは、えーとん 最初にあの荒木くんがうちのお店に来てくれた時に、えっと、まず感じたことが、あの、なんて礼儀正しくて、あの、なんていうか、別にこれはお世辞でも何でもなく、皆さんご存知だと思いますけど、あの、すごいこう、あの、なんていうの、その優しさであったりとか、もう、あの、一瞬でこいつは信、信じるに値する男やと、えー、僕は思って、で、それから、 もう一緒に飲んだり道場にああれ道場って練習場所なんですけど一緒にあの来てくれたりとかもうその荒木君がもうその段階からすごいなんかすごい喜んでくれてねあの道場で見るもの見るものすげえすげえすげえとか言ってでそういったところからもうんかあの、えー、と今までが今まで僕今このこういう状況に。 なってることに、えー、至るまでで、ね、足元ががふふわふわ,ふわしたた感じで、ね、あの夢,夢みいいなな <laughs> 状況が続いててんってもありがたくあの感謝しています。 えー、まずこの番に呼んでいただきまして、まずありがとうございます、ほんまに、えー、ウイズス、みんなあのあの、京都の田舎の方からよ、えー、せていただきました、あの普通にその辺に、えー、いるおじさんたちなんです、僕たち、<laughs> その中で僕らこんなところに呼んでいただきまして、ちょっと勘違いしてしまってますけれども、皆さん、今日もよろしくお願い,いたします、えー。感想ということで、えー、ちょっと、えー、言わせていただきます。ほんまあの え突,然突然でもないんですけど3年前に、えー、とあれ来ていただきまして八木というところに、えー、そこら辺から、えー、とこう親密にさせていただいた中でこんな映像を撮っていただいてほんでやっぱり嬉しいですよねそんだけこう焦点を当てていただいているというのが、まあ、ほんでこのように、ね、あの日曜日なのにこんだけたくさん来ていただきまして僕らみたいな。えー ね、<laughs> 話を聞いてたのでいただいて、<laughs> 本当にありがとうございます。えー、これもやっぱり、あれ、この、おかげかなというふうに思ってますね。えー、ほんまに感謝してます。ありがとうございます。ま,すまたよろしくお願いします。ありがとうございます。あの、ありがとうございます。すごい嬉しいです。もう感激。感類もの、あの。結構、その、編集をする上で、もう、どうしても。 もちろん話の組み立てとかいろいろあるんですけど大、大抵の NG は僕が思わず吹き出して笑ってしまうっていうのがあって、それでもうちょっとあなんかあの余計なノイズを入れてしまったなというのはあるんですけれども、もうあの今回本当に全部ほぼほぼ一人で、そうですね、クルーもなくカメラとマイク一つで皆様の、そう、それこそオタクにお邪魔したりですとか、 お仕事場を拝見したりであの個人本当個人映画というか,なんかほんと個人で作ってるのであのこう扉を開いていただいて私を招き入れていただいてでそこであの撮,撮ったものだからすごく迷ったんですよねこ,うこれあの本当のプロの編集ン入れたらもっと良くなるんじゃないかと思ったんですよ。だからそこはちょっと、まあ そうするべきだったかもしれないと、も思いつつ、その、ただ、えっと、こう、信頼してくださってる、その、なんか、愛を受け取ったので、これは全部自分で向き合おうって勝手に思ってやった次第ですね。でも、そんなことを言っていただいて。ただ、あの、僕、技術的なとたのは、あのあ、の映画監督は自称なんですよね。だから、あの、正式なトレーニング受けてないんで、あの、ピンマイクとかもちょっとめんどくさいから使ってなくて、 あのカメラのマイクと本当ただあの録音のマシン一つを据え置きでやった結果あの結構皆さん椅子がキーキーいうっていうのが <laughs> の入り込んでしまっててちょっとその辺あなんか技術的にもうちょっとちゃんとしてればよかったなとか思いますけどでもそれすら気にならないぐらい皆様のお話がすごく面白くて僕はあの本当幸せものです。もうラッキーののの一言ですねその関さんのところにに髪の毛を切りに、はい 行くっていううそ,それはも偶然なんです,かあ偶然ですねで八木にはあの、ね、美容院散髪屋さん結構あ,りあるじゃないですかでも僕本当にふらふら導かれるようにあのヘアサロン席に行って今,今ちょっと坊主ですけど <laughs> そうですねだからいよいよ今度スキンヘッドになる時はまた関さんのところにお邪魔しようかなと思ってます。 いや本当に偶然で,すでもすそこからこう扉をこう開いていく<ー>なんかそんなにここまでになる関係を作るのも、ね、紙切るだけではででできないですよね <laughs> もね仁さんもおっしゃってたあの映像の中にありました、ね、落語のようにあの散髪屋さんに行けばいろんな情報がっていう、うん、関ちゃんからあの映画監督が来たはって。<laughs> <自称> <laughs> でライブを。 やったら取ってくれはるでみたいな話を聞いたんですよ。でもそのもうそう、ね、映画監督っていう肩書きだけでやろうか <laughs> やってみるみたいな話だす,す,すつますも良かったですけどね。<laughs> すすそうそうなんですよ。だからあのー、えっ、ー、と三回の展示の LED ビジョンに映ってる方は実際に二千二十一年の十月十七日に、えー、やったウィスの 一番最近のライブの映像になってます。ね、で、これは本当に僕としてはえっとすごい大事件だっていうことで、あの東京からあの指令のあのプロのカメラマンの人と僕でに 2, 2日目で撮ったんですよ。で、それはあのヤギのあのアイスターというところで、あのまちょっとあのまあ、地元の公民館的な施設でしょうかね。はい、で、そこで撮ったものを。 えーまあ、4K で撮って、まあ、最初プレゼントしようっていうノリというか <laughs> そうそれだけだけったんでですすよね、はい、そうですねう最初にいただいたあのライブ映像でもそのカメラの切り替えがすごく今までにないのをいただいてそれでも結構満足してたんですけどね<笑><笑>でもあの時 4K で撮っててよかったなそう思いましたしかもねあの時カメラマンさんを呼んでくれてたでしょはい、はいうん はあ、って感じですよ <laughs> <laughs> いや,いやー撮影してもいいですかって聞いてたんやけどあも,うも,うもうどんどん,どん嬉しいばかりであの期待してた以上に当日なんかすごいことになってるでというふうに、ね、仕上がったんがあのあの撮ってもらったの見たらあれやから。 あのもう,もうとりあえず想像はるかにね僕らはもうそんな大切なことなんでこれっぽっちも思ってへんかったのに、うん、僕らが嬉しいことをしてくれる人ぐらいにしか思ってなかったのにもう信じられないですだからちょっとそのある意味後悔というかあの今回名義僕になってますけど荒木優ってなってますけど本当はやっぱりウィスさんとの、まあ、コラボレーションというかこれ以上ない形のなんか勇気的に。 あの実現したコラボレーションだったかなと思ってます <laughs> なんかやはりカメラでドキュメンタリー撮るにしても大体こう誰だろうってなってさっきも荒、まあ、木,木さんだったからっておっしゃってたんですけどちょっとこの人誰だろうっていうので、うん、こうやっぱり注文そのアーティストがこうインタビューを受ける時もやっぱカメラってすごいこう武器みたいにすごい威圧感があるものなので。 すすすごいい躊躇する方も多いと思うんですよねそう,いうそういう関係性がすごくこうあの生み出されているなと思って今回なんかもう本当に荒木さんが住んじゃってるっていう感じがすご、ね、そうですよね <laughs> もうなんていうか裸で来たっていう感じですよね <laughs> ドーンってはいだからこっちもそうですねそんなに手もなくはいなんかちょっとあいつ誰だみたいなことはなかったんですか最初には あの荒木さんがこうこうや誰だこの映画監督はみたいなことは別になくそう僕はなんかったですねとにかく映画監督の方が来て、うん、そう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  <laughs> もう荒木さんというお名前で仲間の昔のあの荒木 <laughs> はいはい、はい、荒木をちょっと想像してたんですけど、ね、そっち、ね、<laughs> 全然 <laughs> もうあのすごくあの、ね、優しいタッチの方でもう本当にまに拍子抜けじゃないですけどねでも <laughs> 作品見たらびっくりします、ね、本当にありがたい僕もあの髪の毛を切っている時もすごいしゃべりましたよねそうですねもう話し込んでなんかのその時点でも荒木君となんかもうんていうんだろうあの 初めて会ったっていう感覚ではもうすでに亡くなってて<ー>また来ますうとああまた来るんやろうなと思ってみたいな感じやったねそうですね剣道の話とかもしましたね僕も昔剣道をやっててあの、うん、関さんも剣道されててっていうことで一回市内も貸していただいて瓦 <laughs> で素振りしてたりとか <laughs> 制作の合宿みたいなところに泊まり込んでる時にこれで。 ちょっとふっときとか言ってな、ね、市内持って行ったこともありましたね。はい。だから何歳になっても、あ、そうあの僕その親の仕事の関係で中学校2年の最初にこう、えー、アメリカに。 その時剣道部で結局初段テストを受けれなくてまだ1級っていうことだったんですけどでもその話を関さんにしたらいや別に何歳からでも始められるんだよとで奥様も40歳でしたっけなってから今もう段も持ってます持ってらっしゃるますか、ね、えっと家内は40から始めて3段になりました、はい、そう素晴らしいだからもう何歳になっても遅くないっていうことを<お>あのなんか励ましのお言葉をいただいたりとか。<笑><笑> とりあえず仲間に引き込も,う引き込もうとすするんで僕最後の,あの今日見拝見した映像の最後のところであのタク磨さんがおっしゃってたあのコミュニケーションの,その継,続継続でしたっけコミュニケーションのき規模っていうお話がすごく、はい、あのすごいいいお話だなと思っていてその本当に身近な。 ネットワークというかなかなかこうそんな幸福な形って気づけないのにこのそしてバンドも同時並行でその同じメンバーで続けていてっていうやっぱりそのなんか幸福な関係があるから荒木さんもそこを羨ましいじゃないですけど発見しちゃったっていうようなところがあるのかなってすごく思いましたあのど,ど,どこにでもあると思うんですよね なんかあのご近所付き合いみたいなところとかその町内のあの人面白いでみたいな人とかあのそういう人がどこにも必ずいらっしゃると思うんですけどあのそういうことに慣れてるわけではないんですけどあの多分その散髪屋行った時にあの僕らのことをどっかで聞いた人が「この間お前ライブやってたらしいやんけ」みたいなそんな話が。 できてきたらあのすごくその街というのは楽しくなるんじゃないかなというふうに思ってえっ、ー、と偉そうなことじゃないですけどそんな一端をちょっとしたらできたりしてるのかなというふうに思ってのお話です。 あれぜひ入れたかったんですけどやっぱりたくまさんの三大いい話っていうのがあってで3つの中からどれか1つを選ばなきゃいけないってオリジナルとコピーの方にちょっと振ってしまったっていう今日お見せできて嬉しかったです。 あとそれで先ほどあの羨ましいって話ですけど先,あの先ほど申し上げたように僕は中学校2年生の時にまあ転校したので、まあ、地元というか生まれたとこが山形だったんですけど、まあ、そこにも多分そういったコミュニティはあるんですけれども僕はちょっとそこからあの越境する形になって、まあ、そことの縁も切れてっていうので、まあ、残ってたらどんな人生があったかなというのもたまに頭をよぎるんですが、あのー、やっぱり皆さんを見てて、あのー、本当羨ましい。 こういった友達がいたらよかったなってあの自分のそうですねもします、はい、あのそうですねうましいっていうのがちょっと出てきてなので多分あの上の会場の後ろの映像をたくさんの人が見てしまうのはなんか羨ましい関係がそこにあるっていう部分もあるのかなとあと KISS は私は直接そんなにか知らないんですけれどもなんとなくそのあの産業,産業、えー、ミュージシャンとおっしゃってましたけれどもやっぱりそのインパクトでなんとなく知ってるっていうところがあってでそれをこう今回の,の WISS の皆さんの,のお話を聞くことによって伝達されてて KISS が。 やっぱりキスがどんどんこう拡大されてるっていうようにも感じれてすごいすごいことだなとも思ったんですね。んかウィスを介してキスを改めて確認するみたいな <laughs> そ,のそこまでキスを知らないとそっかキスってそういえばそうだったけどそうだったかみたいなところがすごくあってそこもなん,かなんかすごい感慨深いというかあのそういう作品の。 あり方になってるんじゃなないいいかとううふうにも思います荒木さんはジェネレーション的に絶対キッスを知らないですよねちょっとずれててアメリカで育ったからっていう頃、ね、にもかかわらず実はたどってこなかったんですよ1曲2曲知ってるかなぐらいでだから私もミスさんを知ってキッスを。 知るとで今回コミッションプロジェクトのあ、まあ、ちょこっと予算をい,いた中からあの11月去年の11月30日にキッスが東京ドームで最後の,あのコンサートをやるっていうんで見に,見に行きましたで泣きましたねな,なんで泣いたかっていうとあウィズさんたちが感動したしたキ s っていうフィルターを通して僕がまた泣くっていうなんかそのなんかねじれた。 そうなんですなんかそういった感じではありますでそう産業ロック改めて面白い言葉だなと思って、まあ、あんまりもしかしたらいい意味ではないかもしれないですがすごくメインストリート、ええ、でもある種今回の,あの作品、まあ、上の作品に関して言いますとあの皆さんのあの普段のお仕事とか、まあ、人生だったら元あの西陣織の、えっとはい、データ作りですとかそういったことも取材できたので産業 ロック分かんないですけど別の意味で <laughs> 産業もこう組み込めることができたっていうちょっとテクノロジーはてなっていうのが恵比寿映像祭の,あのーテーマでもあったのでまあでも寄せるでもなく自然とそうなっていって皆さんも普段のお仕事があって週1で練習されてるっていうのを知るとはもうこれは絶対入れなきゃいけないだろうと思った次第です。 あ、でも、皆さんで、んあの、はいあ、ごめんなさい。皆さんで、ウィスの皆さんで、キッスのコンサートを見に行った回があったんですよね。あの2000、二千。そうですね。一度、みんなで、行きました、ね。はい。いかがでしたか。その、皆さんで行けた。あの、やっと、みんなで行けたっていう思いはありましたね。やっぱり。ね、たくまさんも。やっと行けたし。<laughs> どどどうです。どうでしたか。いや、あのー、ね。 えー、これだっていうのがやっぱり見その4人4人キスの4人がいてでどういう形でライブが進むのかなっていうのを僕自身、まあ、あのライブの映像ってあるんですけどあまり体験してなかったんですけどあこういう形で進むんだっていうのはすごく感激だったのとあのも最初の音出し 出たところからもうみんなな立ちっぱなしですよねずーっともうスタンディングでやってるんでいやー感動しましまたねそうだ実はまだお聞きできてなかったんですけどもその、えっと、ドキュメンタリーの方でもちょっと僕のナレーション拙いナレーションであの言ってましたがあの、まあ、ヤングミュージックショーカット変わるじゃないですかでこの時はジーンにアップだけどこの時はポールとかその空きの時間 あ空きの時間というかその4人それぞれどういう動きをしているかわからない空白のところは多分想像があの埋めたんだろうっていう仮説のもとを作ってその,あのけん見解で正しいというかそういう、ね、流れでよかったよかった, <laughs> よかったですかったです <laughs> えじっとしてたわけじゃないですね <laughs> でもそこはやっぱりな,なんて言うんでしょう <laughs> あのその

もう初めから、えー、行ってましてで、みんなで一緒に行けたのでのなおさらねあの感激しましたはい <laughs> なんか一番最後なんでねなんか座る座る場所間違えたんかなんかこうまとめなあかんみたいに考えてしまって <laughs> 申し訳ないそんなあ,のあんまり言えないんですけどあの そうですね、えー、のコンサートはよかったですね、あのーえー、本編でもあったように僕はあんまり初め、えー、KISS を知らなかったその中から、まあ、あのバンドをさせて、えー、アニをさせていただいてから KISS の曲を覚えていくというような形で、えー、KISS とは、えー、関わりがあるわけですけれども。あのーやっぱり 違いますよね僕らの音とかで迫力というかその辺がやっぱりあって一番もう一曲目からまたあってガンガンわーと <laughs> 乗って楽しかったなという感じがやっぱり第一印象であります。やっぱほんでそのえー、っとどう言うたらいいのかなまとまりっていうのも僕らもあるんですけどやっぱりその辺もあるんかなというのを見たりとかえー、っととりあえず見るもん聞くもん全部 勉強ににななったなというふうふそれからまあ,あのライブにこう行かせるとこがあるんかなというふうにも見えた勉強にしに行ったみたいなところもあったまあまとめてしまってますよねごめんなさいねなんかそんな感じでまあよかったですほんまに難しいですかあの初来人の時のライブを見に行った時からえ何十年がぶりに行ったわけなんですけど すごいい年取ったたなと思いましメンバーがあいや気がつけば僕らも同じに、ね、年取ってるんですけど、はい、それだうそうそう,そうなんですよあのあそうそうっていうのは年取ったことにそうって言ってるわけじゃないですけどあの1977年3月26日が京都会館で、えー、見た初めてのライブでこの展覧会の最終日が3月26日なんですよ。だからおよそ46年 がこうぎゅっと圧縮されたような作品にも、ちょっと図らずもなってるという、ちょっと今思い出しました。三月二十六日の。はい、が最終日ですよね。でも、年、年取ったっていうふうに見えても、その。なんかいぶし銀の良さというか、うん、なんかそう、なんか。その違いとかは。あったんでしょうか。まあ、あのー。 ごまかしてるなっていうのは <laughs> すごく感じましたけど <laughs> まあまあそれなりにね <laughs> はい。まあ、そこらへんは竹ちゃんの方が詳しく観察してると思います <laughs> い<た> <laughs> 言ったんですけどウィスと一緒なんですよ <laughs> あの最初の頃はもっとキれがあったんですこうこうやって指さすのにしても なんかこうちょっと火が曲がったりこのねにゃんってするような感じになってきてますよねだから、うん、そこもまれてんのかな <laughs> なことはないな <laughs> でそ,その時ねあの行ったメンバーの中に中学校の時にやってた他のスタッフやってたメンバーとかも一斉に行ってるんで同窓会状態であ行ってましたねそれもちょっと嬉しかったですね 今日,今日のこの未公開映像にその話を入れようと思ったんですけどもその時点でも2時間超えだったんでさらに削んなきゃいけなくて <laughs> すみませんああいいですね同窓会同窓会でしたねでウィスのスタッフさんはあのなんて言うんでしょう裏方さんがあの一緒の同級生というかお友達でいらっしゃるんですよね そうですね、ずっとやってくれますねあのトーチを運んでくれるのもそうですしあのさっきの絵あったかなあ花火を上げてもらったりするのも同級生ではいあとリステリンでうがいして、はい、あそれを持ってきてくれますへ、ね、ってするときのバケツを支えてくれる人とか、ね、<laughs> はい <laughs>、はあ。そうですよね、うん、あなんか会場からもし そうですねなんかご感想、なんかコメント、<場>熱い思いなどもし質問もふ踏まえてお話をしていくとそうですね、なければ、いですけど。<あ> スの皆さんにあのお会いいいでできてすすすごごく嬉しありがとうざま作品を見させていただいてなんか私がすごく感じたことはもちろん荒木優さんの作品を、えっと、こう結構見ていてそういう作品的なこともあるんですけどなんか人の人生ってすごいなっていうやっぱり個人の人生をドキュメンタリーの形式で克明にこうすごく丁寧に。 映し取られていたのがすごく印象的で,で、特にその、まあ、あの、こう、幼少期とか青年期に憧れていたものを、なんていうか、こう、えっ、ー、と、まあ、かなりその、えっ、ー、と、こう、人生にいろいろな、こう、お仕事だったりとか、多分ご家族とかいろいろなことがあって、こう、なんていうのかな。やっぱこう、ちょっと、ある程度、こう、人生を過ごした後に、なんかもう一度、こう、再び取り戻すというか、取り返すっていうことが、 なんかそういうことがなんか私たちはなんかいつでもできるんだなということをすごく教えてもらった気がしてその,、えっと、その時のエピソード、えっと、また再び始められたエピソードも映像で語られてたと思うんですけどそのあたりのことをそれぞれ皆さんからお伺いできたら嬉しいです。えっとそうですね、えっと、まあ音楽に対する興味は、まあ、ずっとあったんですけども。 周りにあの一緒にやる人間いなかったんですでそうこうしてるうちにあの映像にもあるように、まあ、またギターを弾き出したっていうんで,で,、うんそうですね、早速また一緒にやりだしたんですけど、まあ、中学校の頃はギター弾いてませんけどね <laughs> まずね。<laughs> とにかくメイクして口パクでやってただけなんでまあそれでもまあ仲間っていう点ではずっとあの同じ気持ちで今も続いてるんですかね。はあ、とそうですね大人になると、えー、お金もちょっと入ってきますしね <laughs> 自由に使える <laughs> さっきちょっと未公開で言ってたみたいに買いたいギターが買えないっていうこともまあないんで、まあ、そういう点でもうん そうですね、あの動きやすいというかやりたいことがやれるようになってより楽しいのかなとは思いますね。僕の場合は、えっとえっと、僕もこの今回のことがあって自分自身でもこう振り返って。 あの考えてみたんですけど結局あの中学校の時の,あの熱狂というかあの楽しかった出来事もえ今のこの年になってからのえ出来事もあの共通するのは結局楽しい面白いえ好奇心が湧くみたいなことをえ実際にやるかどうか。 の,のこ違いで、えー、それをんとやっただけのことなような気もするしあのー、えっ、ー、と仕事就職してから仕事に追われ生活重視で、えー、やりたいことがなかなかできなかったけれどもえっ、ー、とそれがちょっとゆとりができたことでえっ、ー、とあのいやほんまにやりたいことをやっぱりや,らやりたいなと 思い出してあのこれバンドを弾みの前もそうなんですけど剣道もあの高校までやっててで、えー、20年間ブランクがあって子供が習いに行ってでそれでやりだしたんですけど、えー、っと1回目の剣道よりも2回目の剣道の方が楽しかった,楽しみ方が分かったというかなんか、えー、っとそういう経験も経てこの「あの えとバンドをやることになった時もあこれは絶対やらなあかんわと絶対楽しいに違いないって思えてでえっ、ー、とね、あのー、ムービーの中にもありましたけど、あのー、こういろんな不思議な人のつながりがあって背中を押してくれたりしてくれる人がいっぱいあってなんかそのもう超ラッキーな感じで今に至ってるんですけど。 それもこれも何かあの、えっと、楽しもうと積極的になったことが、えー、それを導いたんかなというような気がしています。えっと、えー、先ほどあのあのお話しいた,だいた時にっていうかあの昨日もちょっと僕は話してたんですけど。あの 56分の映像を見てとかあの LED ビジョンの姿を見てあの自分じゃない人は演じてるっていうふうなそんな僕自身がそのなんて言うんですか幽体離脱をして <laughs> それをなんかこう眺めてるというような感覚がすごくあってあの本当に田舎町にある一人のあの 一人というか、まあ、メンバーの一人一人の,その本当の普通の人生みたいなものがこういうふうにドキュメンタリーになるんだというふうなことをすごく感じててで多分皆さん一人一人お一人一人多分同じように多分ああいう映像は多分できるんだろうなというふうには思ってます。で えっと、そういうふうになったきっかけっていうのはやっぱり今あの関ちゃんが言ったように何か踏み出してみるというかあのメイクもそうですしバンドをやり始めた時もそうなんですけど何かやってみようと思った時にその一緒にちょっとみんな戸惑う仲間がいてでも誰か一歩踏み出したっていうところで踏み出せたっていうことがすごく大きいきっかけになって。 まあいろんなものが運が向いてきたりとかっていうふうなことがやっぱりあったっていうのも私もすごく感じてます。はい、<laughs> なるほど。指名指弁の指弁の, <laughs> 締めんのそんな話術はないんで僕は。<laughs> ええー、そうですね。ええー、やはり最年まあ高校の時にまあドラムをやってまあ高校を卒業した時にもまあ一旦終わって、そこからまああの。 ででもないんですけども、まあ、まあやるきっかけはなかったんですけれども、まあ、きっかけとしましては、まあ「花、え、鳥、ー、風月」というちょっとまた別のイベントがありましてその中でのまあスタッフの面々でありました中で、えーとまあ、昔どれもやってたんでっていうことは話はさせてもらって,てほんでその時にまああの関さんの方行って散髪をしてもらって。 こう寝てここ顔をそられててここに顔みそりが当たってる状態で「ドラムやらへんか?」と <laughs> 言われたんがまあきっかけなんです <laughs> まあそうでもないですけどまああのやっぱりその。 やりたいんですけどなかなかバンドで,でないとなかなかドラムだけではっていうところら辺があったりとかあったんで、えー、やっぱりそこで誘っていただいたのはほんまにありがたいなというふうに思って、えー、ここしか逆にチャンスがないんかなというふうに思って頑張ってみました。ややっっっぱぱりりどその10年以上はやっぱり叩いてなかったんでも もう全然右手も左手も足も全然動かない状態やったんですけど逆にそれがまた一から勉強というかえ楽しかったですねあの覚えかけたでちょっとネックがやっぱあったんが曲がなかなか覚えられなかったんですよ。昔高校のののの時とかだったらまあ大体の曲の1曲の中でもい <coughs> いろいろ 大体聴いたらそのこういう風な風潮やなっていうのでドラムでバーッと叩けたんですけどあのこの年になってからやっぱり一曲を覚えるのもなかなか覚え,なかった覚えられなかったってなかなかその初めは馴染めなかったないうところらへんもあったんですけども全部その僕より一回り上のこの3人方は一回り上しんちゃんもんで1 こう上で僕一番年下なんで温かい目で見てくれはったのが、えー、今に繋がってるのかな、えー、楽しませていただいているのかなというふうに思っておりますそんな感じですやっぱり一歩踏み出すことが大事なんかなというふうに思いますありがとうございます ああそうですね、もし、あの、そあの実は、今回、この作品化するにあたって、膨大なアーカイブを一任してくださって、その中にあの、ウィストリーっていうようなキス、キスにはキストリーっていうのがあるんですけど、ウィストリーっていうのがもう、ものすごいテキストファイルで、あちょっとすあ、そうですね、ちょっと見えるかわかんないですけど、何月何日誕生、これ全部、ジーン福島さんが基本書かれてるやつですか これお見せして大丈夫ですか、はい、あもうあのどこで誰それが出会うのからもう,すそうです、ね、初来日そう本当に詳細にーだからこ,こんなにあの記録映像も,もうバッチでドカッと頂くんですけどもうそれも全てあのアーカイブがきちっとされてるのであの全然ななんていうんですか、えー 自分でリサーチするっていうよりは、いやもう本当につたす、うん、助かったっていうとあれですけど、それはジジーンさんが主にやられてるんですか。そう,すね、そうですね、暇なんですね。<laughs> コナンコナン好きなんです。よ要。<laughs> これこれ全部写真とかですよね。もうなんかもう,すすもうきちっと整理されてて何かあそうであのー。 高校時代写真部でいらして、あごめんなさい、ちょっと今日スライドショーが結局あの見せられてあの高校時代、写真部でいらしたというのとあの中学時代のああののフィルム皆さんであのコスチューム着てるものもちゃんとスキャンされてたりとかしててあれ、本当に写真美術館に <laughs> 入ってもいいんじゃない,かい,いんですか。本当にそうです<当> <laughs> っって思、ね、なんかそう、あのー、非常に、えー、とーこ,これはもうやっぱり毎,毎回されてるんですよねこのアー,アーカイブ作業というかそしてだからこの「ウィストリー」の一番最後今のところにはあのー、わ私も登場するありがとうございます 歴史に組み込んでいただいたっていう。あ、すごいセットリストもね、全部書かれてるで。てもうデータとかも、そのふ、こう、はい、昔からのであれば、どんどんアップデート。するのも、やはり。はい、なんか理系というか。あ <laughs> の。ななんですかね。なんか、ね、まめにアップしないと。まあ、ハードディスクにアクセスできないとか、<の>そういうこともありま。前の仕事、自体が、まあ。あの、昔の。 その柄を呼び出すとかいう、整理をいかにしておくか、で、時間が短縮できたんで。まあ、その流れですね。素晴らしいです,い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 すい。そうなです、ね。あのー。あ、なので、あのー、制作中も、あのジーンさんに、あの写真いただけますかというと。秒で帰ってくるっていうのが、すごいすごかったです。すすそうなんです。あ,<ー>あ、そうだ、ちょっと補足ですけど、ごめんなさい、あのー。 今回ヒロエース、広瀬さんが残念ながら上京できなかったというのも、まあ、数日前にあのサイン、えー、っとビデオメッセージをあの多分作,作られたのはジーンさんですよね。はい、で、あれにちょっとごめんなさい、最後、あのえっと、広瀬さんが実際に本物のキスと会ったときの記念写真をちょっとかぶせてしまいまして <laughs> そうなんですあれもあの、ね、本当はファイナル。 でもう二度と来日はないよっていうからあの広瀬さんがすごいたくさん,ん結構高かったと聞きましたけどタイマーいたいて記念写真撮ったけどまた全然ファイナルじゃなかった <laughs> っていうことです <laughs> ねえよくあるんですね、キス。だから今回も、まあ、もしかしたらファイナルじゃないのかもい最後じゃないししれないそうでょうし ちょっと僕、少しお見せしてもいいですかあのちょっとアーティストトーク的になるかわかんないんですけどあ,あと、準備している間にの耳コピの話があのほとんど楽譜を読まないっていうお話が、うん、読めないで読,めないよ読まないんじゃなくて <laughs> 読めないっていうのは例えば、 ででもあれですよねこう皆さんで練習してる時とかっていうのはもう感覚で話していく感じなんですかタブフっていうのがありましてあのギターのどこを押さえるかっていう数字があれで一応みんな基本覚えてであとはその、まあ、YouTube 等に上がってるあの今の気質の演奏を聴いてあのニュアンスを変えるとか。 ちょっとなんかかっこいいこと言うてますけど <laughs> そんな感じです <laughs> でも YouTube とかはもうない時からやられてますよねいやあこのバンド時代昔はそうですね昔はレコードだけでしたよね、うん、耳コピーしてたのははい、ね、そ,っちそうですね <laughs> だから豊かでない時代っていうのはそういうことなんでしょねこっちが豊かになるっていうかねやることにみんなが耳コピはなんか、まあ、ミュージシャンはできないとダメなのかなっていうぐらいなのかもしれないんですけどあ、ね、あでもちゃんと勉強してあった人,あ人でもねあの知り合いの人はバンドに入って、まあ、ピアノやってはった人んですけど譜面が読めたんですけどバンド入って他のメンバーが まあ、耳コピーをしてるんでその人もやってみたら「あ楽や」という早速いな」っていうこともあった、うん、聞いたことありますね、うん、広瀬さん「譜面読めない」っていう話も結構衝撃の人ですけど<笑><笑>でも完全にもう感覚でうそうやかれてる<え>音をあのサウンドを作るのはそのしんちゃん エース広瀬が一番たけてるんですある意味そうですね今日いらっしゃいなかったのであれですけど、ね、でもそこについてのこうお話しするときには皆さんメンバーであんまりこう喧嘩もなくないですねあっかな感じで <laughs> そうですねぼんやりしてますから何 <laughs> ですけど、ね、ライブがあったりとか ね、ガンガン詰めてる知り合いのバンドとかは結構「なんで練習してこないの?」とか言うてやり合ったりしてるみたいですけどそういうこともないんでね、はあのんびりやってますねとりあえあれ、はい、でしたっけ無理をしないっていうのがそうですね大事ですかはいそうですね遊びなんでね <laughs> なんせ <laughs> はい いやすごいプロフィールの文章も今回送ってくださってすごい感銘を受けましたね。もうあの真剣に遊ぶちょっとあの流れというかジーン・シモンズの,の、まあ、今回作るにあたっていろいろ資料を調べてて、えー、とこれは去年の、まあ、いよいよ「キスも最終形態というか、まあ、最後のコンサートの。 ツアーに出てった時の、まあ、多分あの流れ出てきた記事なんですけれどもこれちょっとあの日本語版があってちょっとあの、えー、見出しが違うんですが記事の内容は一緒で、えっと、結局「キッス」は終わるけれどもあの別の形でその全く想像しない形で続いていくだろうっていうことをあのジーン・シモンズが言ってましてでここであの 引用としては、まあ、キッスは考えたこともなかった形で続いていく。でも考えていることとしては、ブルーマングループやオペラ座の怪人は違う人物が世界をツーアーしているわけだからな、ね、いと。うん、なんかもうまさに、何代目キッスとか、うん、なんか多分。 二代目ジーン・シモンズみたいなのがいずれ現れるのかもしれないと。で、結構このシーン、あの、タクマさんがあのメイクしてるシーン、よく歌舞伎役者っぽいですねって言われるんですけど、まあ、これちょっと諸説あってわからないんですが、あの、実際にこれあの、キッスの公式ホームページの記事のちょっと英語のところをハイライトしてるんですが、あの、日本の影響で特にまあ、歌舞伎から まあ、熊取,りです、ね、熊取りから影響もあるというようなことは言われているのでなのでいろんな、まあ、世界中にあらゆる KISS のトリビュートバンドがあったとしてもおそらく日本のジャパニーズトリビュートバンドとしての KISS ウィスさんはすごく特別な存在なんじゃないかなと勝手に思ってますオリジンみたいなもともとのそうですね あそう今回ちょっとレファレンスとしてあのロダンの「あの地獄の門」とか「そうね、そうなんで縦長の LED なんですか?」っていうこととかととあとやっぱりあの、えっと、2001年宇宙の旅の「まあ、モノリス、まあ」モノリス自体も岩っていうのが、まあ、語源にあってで今回その八木の,の岩が。 多分あの、同じぐらいの大きさじゃないかなって<あ>多分4メー,ターあれメーターでしたっけあのレールい、なんかちょっと感覚的に作ってたんですけどもしかしたらあれと同じぐらいなんじゃないかなというのもあって、まあ、そこもちょっとつながりがあるとで、えーとまあ、最後あのエディット・ピアフの「愛の参加」を入れたんですけれどもこれもまああのえっ、ー、と一応僕なりのまあもちろんこう 大きな愛を受けてそのアンサーとしての挿入歌としてで実はあのエリット・ピアスのあの曲はもうパブリックドメイン化されてるらしいんです、まあ、日本国においてはなので、まあ、使うことができたとで、えー、とその、えー、と原曲があってで日本で最初にあの小指地風さんが歌われてでそれを、えっと、翻訳した、えっと、<laughs> 古谷時子さんかな 岩谷豊子さんがあの原曲にはない歌詞を入れてるんですね「熱い口づけ」っていう箇所があってでそのそれ以降の例えば三輪明宏さんバージョンとかにはその、えー、とあと美空、えー、ひばりさんバージョンとかにはその口づけのところがないんですよ。でえー、とその キスは一体どこに行ったんだろうなっていうのもちょっとあって、うん、で、あのこれは僕完全にフランス語喋れないので空耳であのえっと歌のある箇所がウィスって一瞬聞こえるっていう空耳があったんですよすごい <laughs> でそこでなんとか、はい、ちょっとあすみませんお,お後がよろしいかちょっと分かんないですけど <laughs>、はいまあ、そんな感じで考えてましたいえいえ。っていう流れがあります。 <laughs> すごい <laughs> アーティストトーク的なことを種明かしをちょっとなかなかお話できる機会もないと思ってそれぞれの皆さんになんかその悪態をつくとかそういう部分がないので皆さんがあまりにもあの今回こうだったとかっていうのをすごく平,平和的に。 平和的に過ぎていくのであっという間に感想を聞いてしまったという感じなんですけれどそうですね、はい、あのエピソードを入れて欲しかったとかありますかこう…本当ににな いいや、ないですね、その絵、ね、<laughs> 的には前もちょっとお話ししたんですけども<あ>そのウイスが始まる前に関ちゃんの家にみんな集まるんですけどもその夏の日のことをわりと鮮明に覚えててそういうのをこう子供を使って再現不良的に撮ってほしいなっていうことはちょっと話です、ねうんうんうん、そうして、ねはいで今日改めて劇場を 空間で見て、あ、これはもう劇場版を作らねばとちょっと気持ちを新たにしました。やっぱ音音が全然違うですね。音がね、なんかあのちょっとこうみんな音が干渉するかあの環境になってしまってるので、はい、多分ドーンと大きくじっくり見見ることができたらもっといいだろうと思います、はい。そうですね。で、まあ今回のこのコミッションプロジェクトは、まあその枠組みとしてやっぱ結構海外発信っていうのをすごく重きを置かれているんですけど、これはちょちょっと戦略的に もうまあ、たまたまなんですけどやっぱ KISS って世界的に知られてるじゃないですかだからすごくアクセスしやすいんじゃなかろうかというのもあってまあそうですねいずれ劇場版をちゃんとしっかり作ってなんか海外映画祭とかに出せたらいいななんて夢を思っております <laughs> あの絶賛スポンサー募集中ですのでよろしくお願いします <laughs>。インンスタレージョははやはり LED の やっぱり今回すごいでやったってことが大きい部分がありますよね、そのコンサートとか荒木さんがおっしゃってたのはコンサートでやっぱり LED ビジョンで見せるっていう部分もあってそこも意識されてるっておっしゃってたのでそこはすごく今回のインスタレーションの重要な要素だったかなと思いますそうかまだ人員さんはご覧になってないですよね、あさって。 そうだからまあ、勝手ながらあのよろ喜んでいただきたいっていう思いプラスあのかなり美術館には大変な思いをさせてしまったかもしれないですけど、ね、LED ビジョンって今回あの東京都写真美術館では初の試み室内,室内で実現するのは初めてだったんですねなんかやはり外でやるものなのでなかなかお高いものでもあるしう、ね。そうですね <最>ただちょっとこう綱渡ってどうにか実現できましたで6人がかりぐらいでエンジニアの方がこう積み上げて一個一個のパネルをこう積み上げるのに時間がすごくかかるものなのでであの設営は美術館が持ってくださるってことだったんで僕はもうなその辺関係なしし発注しちゃったんですけどとんでもないことをお願いしてしまってもともとあの外でやったことがあったので,でそれでまあできるなって思ったので オッケーというふうに思ってたら、なんかやけに大変なのだっていうことが <laughs> えってなって、<あ>これは LED でやらないっていうのはもうなしだしどうしようみたいなところで、うん、でもギリギリどうにか解決策が出て、なんとか実現できますね。はい、感謝申し上げます。<laughs> あのそうですね、ちょっとだからた多分海外で持って行ったときに海外で苦労。 中国とかだったらいいのかもしれないです半導体問題が大きくあるので<っ>気軽じゃないかなとは思います <laughs> <た>でも LED ビジョンが重要だというところもあるので,で、ね、なんかいろんな知恵を、はい、あのそういう場所を考えてもらうとか、はい、やり方はあると思うんですけれど、まあ夢の劇場版でですすかねねそうですねだから次は劇場あとそうです、ね、今回4人、あのー、コミッションプロジェクトって 300人ぐらいのリストあの映像祭に関係する人たちアーティストを300人ぐらい選んだ中から20人絞ってそこから8人選んでそこでこう審査をかけて4人選ぶっていうプロセスがあって、はい、でそこの中から最後あの議論して、えー、2人選特別賞でそのうちの,あの荒木さんが特別賞。 おめでとうございます。おんぶに抱っこで、もう、実は、こ、っちがい僕、本当に、何もしてないんですよ。そんなこと、はれ、おんもしない。そんなことはない。でも、特別賞って、なんか、すごい賞金があるわけじゃなくて。あの、な中身なんですね。次の年にもう一回展示ができるっていう。ありがとうございます。なので、また、いすのみさ、皆さんに会えるのかなとか。はい。 少し期待をしたりとかしております。おかげさまで特別賞受賞するとできました。あ良かったです。ちょっとライブのチャンスもでも春春だそうですよね。春だと難しいんですよね。その今後はいかがですかね。花粉症の季節がそうですね。ずらしてもらおうかな。必ず必ず春になってしまうんです。いやもうね厳密に10月のえっとまあ第3日曜日。 日曜月曜,曜,曜毎休みの時 <laughs> 狭き門なんですある意味日本一あのチケット取りづらいバンドだ <laughs> <laughs> めったにお目にかかれないところをズうしくずっとこう映像で見せることが今回できてるっていうのは本当に <laughs> そうです、ね、だからちょっと中身としてはやはりその著作権関係の方にも、まあ、実は取材をしたかったですし、まあ、そのもっとあの あの裏あのね、それこそ松井さんとかやっぱりインタビューしなければならない方々がたくさんいたにもかかわらずちょっとそのなかなか制作期間もタイトでしてえっとそうですね <laughs> いやいやでも面白かったあのは取材をする日に、えっと、私が、まあ、八木に行ってまず駅前で羽部さんがあの軽トラで迎えに来てくださってでその後広瀬さんのところに行ってで広瀬さんのところに 呪術、えー、つなぎで皆さんのお宅を回るっていうことをして結構一日あまあ,あの厳密なは何日か分かれてるんですけどもあの本当に皆さん連携プレーでもう素晴らしい息のあった、はい、バンドだなとその映像も実はあるんですけども、ね、いろんなあの僕が助手席でこう撮ってる映像とかもあるんですけどどこに入れたらいいんだろうと。 なんかお,お孫さんの話が結構たくさん出てきて、うん、でお孫さんが見て泣いちゃったっていう話もあったんですけれどそのお孫さんが聞く音楽っていうのはなんか全然違うんですお孫さんはあの,のジェネレーションとかお子さんのジェネレーションはそのキスに興味があったりとか、まま、孫はまだ4つなんで <laughs> もうとりあえず泣くだけでした <laughs>。 うちハハ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 ンハハハハハハハウィッスウィスからキスを知るっていうお話もあったと思うんですけれどなんかこうバンドっていうよりはもうそういう家族がやってるものだみたいなえっと、ね、うちのね場合ですけどね僕ベース初めてやったんですけど家でえっと CD 聴きながらあのベースラインを練習するんですけどうちの娘たちとか家内もそうなんですけどキスそんなに知らなくてでキスの曲をベースラインで覚えたという <laughs> あのベースライン聴いたら「あああの曲ってわかる」って <laughs> そんなこと後から聞いて「あの頃は頑張って練習してたよな」とか思いながら。あの 今よりもっと練習してたんかなとか思いながら、はい、そんなこともありました。結構、あのー、インタビューでも、き、あの、お聞きして。確か本編には入ってないですけど、あの、今後の展望。バンドとして、もし一言ずついただけたらと思います。<laughs> 展望。<laughs> うこういうのやりたいなとかりますか。と、まあ、やりたいなは。は フかフフフフフあのねそ,その時その時がもう一番やりたかったことの最前やったりするんですよね一番最初の,あのメイクもしてなかったライブうん、うん、あれができてもうしんちゃんいわくもうこれで思いを残すことはないで <laughs> なるほど行ってるんでだ今回のこんなトークイベントっていうのも。 もうはい今今が一番<う>って感じですよね。あなるほど。これ <laughs> <laughs> すみません変な質問、ね。えっと <laughs> ええー、偉そうなことを言いますとあのモモクロのトリビュートバンドの方いらっしゃった、ね。<laughs> <laughs> 何を言い出すんだ。<laughs> 一緒にすいませんそうねキッスとももクロが実際に一緒にやってましたもんねいやしんちゃんがいたら「断ろう」って言ってます <laughs>、えっとここまでとにかく展望とかそのプランとか、うん、具体的に持ってやってきた感が全くなくてえー、っとこれやったら面白いかな的な。 ことでなんかこんなことやりたいなあ,あんなことやりたいなあみたいなでその人その人おそれ面白そうみたいな感じで切ってた気がするのでなんか今後の具体的なプランってほんまにそんなに考えたことないというかなないいかなはい、ういそうですねあの今後ないですね。あの T シャツを着てメイクしてから脱ぐぐらい考えてないんで、<laughs> 先のことをね、僕。あの、<laughs> 何にも考えてないです。あの、まあ、楽しいことばっかりをこう考えてる、そっちの方ばっかりかなっていう感じです。その、荒木さんの前にあるその看板とかも、まあ、こんなんあったらええなとか。つけないと、つけないと。これ、後ろのボタンで大丈夫ですかあの、あれ、スイッチが長押しですか そうこれお手製のおあつきましたわざわざ持ってきてくださったんですけどそんな作ったりごそ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 してたと知ってます <laughs> すごいんですよこれはこれ裏クリスマスライトですねこれ側は段ボール,ボール <laughs> ああ黒く いやものづく僕、本当にものづくりできないんですよ、不吉祥で造形ができないゆえに、なんかこういうの、感動しますねそう、今日わざわざお持ちくださったんですけど、もたたかっでもあの、インタビュー映像で皆さんがやっぱり手、手先が本当に手を使うお仕事もされてたりとか、なんか。 手仕事っていうことも考えさせられるような部分があってでたまたまテクノロジーハテナっていうテーマだったんですけどそれでそういうことを指摘される方もいらっしゃってあのそうですねあのし審査の時にもそういう議論も出たりとかしてすごくそこも興味深かったなっていうふうにでもちょっとその中何も先を頑張るとかって言い切らずに。 緩や,緩やかに、うん、その緩やかに生活することができることが一番豊かだなというふうに今のお話を伺うと羨ましいなってやはり感想が出てしまいます、うん、そうですねもう年間計画で動かれてますもんね田坂さん。<laughs> いやもうなんもう美術館だとガチガチで決まってますからそんなでもその中であのねこう。 穏やかな気持ちをずっと持ってって、幸せな気持ちでっていうのはなかなか。豊かできないですよね。なんか。だから、今日も本当は、あのー、おそらくメイクをされてたら。もうちょっと、あれですか、お話、その。だから、今回、本当に、仮面の正体っていうか、<laughs> 本当素顔で出てくださっ。あの、ステージに立ってくださって、もう本当に感激してるんですけれども。その。 ありますよねこう多分メイクした方がやりやすいそうですねスイッチは入るついちゃいますね何を言うかわかりませんけど <laughs> <laughs> 貴重な貴重なネ,ネ,ネタバレというかあのすごい秘密をいっぱいあ,本当にありがとうございますいやでも本当面白い個人的にあの自分で作ってるなんですけどあの 仮面の正体って言っときながらインタビュー広瀬さんとかマスクされてるじゃないですか <laughs> おなかもおかしくてしょうがなくて <laughs> <laughs> そうでもやっぱコロナはあ,、ね、あえてのマスクなのかそうですだから二重の意味がかかっちゃって <laughs> だからでもまあコロナもありますしちょっと念のためということは <laughs> あったんですけど <laughs> 仮面、うん、あそうですねそういう意味で「アンマスクド」って、まあ、この時期に出てきて まあ、あの思いつきだったんですけど、まあ、タイトルとしては良かったかなとで実際の「キスのアルバムを展示室ではあ、はい、まだあのジンさんはご覧になってないんですけどそのレコードを展示室で、うん、ちょうどスクリーンの向かいに。あの 展示してるんですよね,そうですねであれよく見ていただくとあの結局アメコミみたいになってるんですけどもそのキ i メンバーを追い回してるパパラッチが出てくるんですあパパラッチってあの単数形パパラッツォかパパラッツォがいてでそのカメラマンを k i s スは邪険にするんですよねこう。で結局あの素顔を見せてくれないっていうオチのアルバムカバーなんですけども、まあ、今回そのカメラマンの位置に当たるのが、まあ、私でただその。 ウィスの皆様本当に優しく隠すどころか全部,全部見せて,てくださったっていうなんかちょっとそれとあの LED は実は対局の関係に鏡面というかただその本家がちっちゃくてあのこちらがドカーンと大きいっていうでその奥にまたその裏側にえっと素顔のドキュメンタリーがあるっていう構造をしてます。なので えっと皆さんベンチに座るとアルバムの方をまあ向いてるわけなんですけどその間に今育汁化のこう層があるっていう現場判断だったんですけど良かったっすね,ねその急に現れた感じで盗まれちゃうんじゃないか心配だったんですけど無事にヤフオクで競り落として良かったです、はい、ちょっと今日皆さんもう一度展示を今日のお話を聞きながらもう一回展示見るとまた全然違う見え方が。 すすると思うんですよねだから編集作業面白いのはそのカットって見えないんですよね、まあ、カ,カットしたなってのは分かるんですけど、うん、その間に何があったかってやっぱり消えてしまうのがその間にはいろんなものがあるっていうのを、まあえっと、イメージして見るとまたさらに違う体験ができるかなと思ってだから今日は本当こんな伝説の一日みたいな <laughs> なんかすごく <laughs> 個人的にはもうこんな嬉しいことはない。 荒木さんがもうなんかこう泣きながら大ファンで推し活で泣きながらこう編集している感じが私の中ではあってもうもうそのなんか泣く泣く削っているみたいな映像もそういうところもあってなんか出来たての時はすごい荒うう木さん大ファンすぎて泣いているみたいなふうに思っていたんですけどそのはいちょれい また、来年も荒木さん展示をしていただくので、あの、引き続き。お付き合いいただくことになるのか、わからないですけれど。新作。新作ではな、なくて、あの、決まってないですよ、ね。あ、そうなんですね。よろしくお願いします。はい、よ。ろしくお願いします。<laughs> そろそろお時間に。近なりましたので、なんかもし、最後にまた、あ、ご質問あります。 お願いします。どうもありがとうございました。あと、ごめんなさい。あの、いや、伝説のウィスに <laughs>、お目にかかれて本当に嬉しいです。あの、いろんなことをやっぱり考えました。あの。 やっぱロックによって生きていく人生っていうのは世界中のこう街の人がこう生きているんだろうなっていうことを思わされたりしましたしあとはあのコピーっていうのはね普通いい意味に使われないと思うんですけどそのキスをコピーすることによって人生が何倍にも豊かになっていらっしゃる皆さんっていうのを見て。 ピーということの凄さというのも感じましたしであと「パクトラタミヤ」っていう言葉を30年ぐらいぐりぐらいに聞いたらなと思って <laughs> 皆さん何のことやら分かんないと思いますがプラモデルの塗料ですあのそのことからすごくあのおもちゃ屋さんがいて畳屋さんがいてであとこう自動車の修理されてる方がいて。 あのスーパーじゃなくってそういう個別の職業の方がたくさんいらっしゃる町だからたくまさんがおっしゃったようないいいつななながががりりあっってて大人の遊びができていくんだろうなみたたたことも思ししましたで今のは感想なんですけどあの質問なんですけどあの皆さんが中学校の時にたまたま KISS のコンサートがあって行かれてから WISS が誕生したわけなんですけど。 それが例えば別のバンドだだだっったたたととししらどうだったんだろうんろなと思いまして例えばイーグルスみたいに別にあのメイクしない人たちとかあと多分あの頃あの私ちょっと下の世代ですけど男の子はキスで女の子はベイシティみたいなのがあったと思うんですけどそれベイシティだったらどうだったのかなとかちょっとそんなことを考えましたなぜキスだったんだろうって。それはあの何でかっていうとあの ポールさんが歌ってらっしゃる映像を見るとものすごく陶酔されていて今お話ししているとなんかのんびりした面白いお話の,あの方たちに見えるんですけどそれ別人みたいにものすごくなんか真剣に別の世界に行っている顔をされていてこれがメイクのない普通のバンドだったらもしかしたら違うことになってたんじゃないかと思ったりしてちょっとさっき仮装の話も出たので。 この辺りを教えてけはい、はい、えっ、ー、とねキスもしキッスっていうものが存在してなかったらなかったと思いますね今もないと思うんですよね <laughs> でまあメイクとかあの奇抜な衣装があったんでその演奏はできないけどっていうところに行けたのはあのビジュアルだったと思いますね。 喋ってましたけど、クイーンであるとかイェル・やるスミスであるとかなんかを中学生というか高校1年生がやったとてですわ <laughs> っていうことになったと思う演奏もまあもうち難しいですしねそれとそうですねえー、っとねそんなところですか今何か言おうとして忘れるんですよね <laughs> 何を、はあ、ちょっと繋いどいてくれる <laughs> またた思いい出ししら急に言うかもしれな同じです多、ね、分あのああいうそのインパクトが我々にもなかったと思いますしあのちょうどその高んな時にちょうど出てきてくれてでああいうことがパフォーマンスとしてできたんでそれが何十年か後にもひょっとしたらつながったんだと思いますね。えー イーグルスはないですね。できへんもんな。<laughs> <laughs> はい。<laughs> あ、水系。いやあの水系中でも話してますけどもあのあれですねやっぱりスイッチが入るですね。入ります。うん、あの僕だけじゃなくて多分メンバーみんなだと思うんですけど。はい、それそれそれです。はい。思い出しました。そう,そうそう。スイッチの話。あの先ほどあのメイク塗ってる。 時の映像っていうか写真が出てましたけど、あれで仕上がった時にもうパッと変わりますね。そういう意味では本当に気持ちが変わって、そうだね。WBC でよっしゃ行こうっていうあれと同じ気持ちですね。どうぞ。じゃあはい。<laughs> <laughs> すみませんちょっと話を <laughs> あのー、実はこの僕、えー、と一番最後にこの WISS のメンバー入らせてもらったその前にか、えー、とドラムをやっておられた松井さんいとかっておられてその,ことはその方はあのメイクをされてなかったんですんで、えー、と4人だけで、えー、とまずメイクをされてマンモスされてたで僕が入る時はも、えー、ともと4人ですよねキスってそのメイクがない中で僕が入って。 何ののメイクすっっっていうとところもああたたりとか実はあったんです、えー、でも昔の、えー、とキスの中で、えー、エリックカーという方がおられてその方がやってられる、えー、メイクを僕もしようかとで僕一番初めにやっぱあのメイクしたことなかったんでものすごく抵抗があったんですよ <laughs> す僕もすんのみたいなそ、えー、けど一番初めにやらせてもらって演奏さしてもらった時にやっぱ言われてたようにスイッチが入るんですよね あのあ俺なんやけど俺じゃないみたいな,、えー、となんかこう喋ってることもなんかメイクしたらまた違うような,なんか英語も喋れるんちゃうのみたいな喋 <laughs> れないんですけど <laughs> なんかそんな感じのスイッチが入るのは確かにありますねほんであの陶酔の話も出たんですけどあの入ってるつもりはないんですけど後から映像見たら入ってますね自分もなんか <laughs> やっぱりその辺っていうのが。 えとメイクとかその辺の魅力なんかなというふうには感じます <laughs> はいどうぞ <laughs> えっとキッスについてはもう,もうキッスだからっていうのはどうしてもあって、えー、とそれでないと、うん、っていうのはもうちょっと想像できない、うんえー、と福島君言ったようにあの音楽的なあのレベルも高いですしもう その辺についても目指そうとも思い方がわかりませんで、えっと、メイクについてはあの、えっと、三吉の,あの三吉の,あのトレを使っているんですけどもそれを使ってるっていうことでまずなんかスイッチが入ってほんでそれで仕上がっ初めてメイクした時に思わず知らずあの友達のバーへ <laughs> <laughs> あのみんなでこっそり乗り込んでみんなを驚かせに行ったことを思い出しましたあのやっぱりもう、えっと、別人になったあの感じはどうしてもあってあの、うん、あの日頃あのシャイでテレアな僕があの <laughs>、えっと、ステージに上がるっていうことすらあの、うん、ちょっと恥ずかしかったのにあのメイクしてることであのすごい あのなんていうか、新たな自分を見いだせたみたいなね、そういうことがありました、ねはい、そうですねあの、バーに行かれた時って、あの電車に乗ると捕まるから、車に乗って皆さんで行かれたって、うちのお店でね、お店でみんなメイクして、ね、車を横付けして、こっそり乗,乗って、出かけたんですけど、対向車が、あの <laughs> <laughs> うおーって。<laughs> それは驚きますわねもう <laughs> な夜な、うん、であのお店に入った時もきっちりみんな喜んでくれてあやっぱりすごいなメイクってっていうのを、うんうん、感じた、うん、それも思い,思い出しましたねまああのパクトラ・タミヤやったらやってませんね <laughs> もう落とすの大変なんで <laughs> ありがとうございでしたちょっと最後にやっぱりみんなもできるように聞こえますけどもものすごく得意なバンドというかもう奇跡のようなバンドだと僕は個人的に思ってましてあの今回私のも目論みとしては少しでもこの魅力をお伝えできればともうほんあ,あもう全然至らなかったんですけども,もう実際 こんなお客さん来てくださって、僕もあの少なからずウィスアーミーを増やすことに貢献できたかなと、まあた頼まれてもいないんですけど、勝手に勝手にやったということで、ね、お願いします。はい、そうす。はい、だからぜひあのあのね健康にお気をつけて、今後も鍛錬の末もしライブがあったら、ちょっと僕皆さんにお声掛けできればと思っております。花粉症じゃない時期に。花粉症じゃない時期。はい。<laughs> ありがとうございます。本当に貴重な、はい、今日、あのあの機会をありがとうございました。えっと、まだ荒木さんの展示、3月26日、あの3月26日がキッスの最初の来日公演の日だっていうのを知ったんですけれども、はいまでやっていますので、ぜひあの見ていただければと思います。さ、本日は、えー、荒木優さん、ウィスの皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。